タチアナ・ルイセンコはロシアの陸上競技選手。担当種目はハンマー投げ。2006年8月にエストニアのタリンで77.80メートルの当時の世界新記録を樹立した。2005年7月15日、ルイセンコはルーマニアのミハエラ・メリンテが保持していた世界記録を破る77.06メートルを樹立した。2006年7月12日に グルフや花平和が77.26メートルを記録して更新されたものの、その後約1ヶ月の間に77.41メートル、77.80メートルと記録を伸ばしていった。2007年5月26日には78.61メートルを記録したが7月にドーピングが発覚し、2年間の資格停止とともに2007年5月以降の記録も抹消された。 二千十二年ロンドンオリンピックにてオリンピック新記録となる七十八点一八メートルを記録して金メダルを獲得した。地元ロシアでの開催となった二千十三年の世界選手権では世界歴代二位となる七十八点八零メートルをマークして優勝した。しかし二千十六年にドーピングが発覚。ロンドンオリンピックと二千十三年世界陸上の メダルを剥奪された。ありがとうございます。